はい、皆さんこんにちは、ホタです。今回は海外のツールであるカジャビについて詳細なレビューをしていきたいと思います。実はですね、僕とカジャビについてですが、実は僕は2年前にカジャビのレビュー動画、こういった動画を出しております。でそこからですね、多くの方に見ていただきまして、僕自身もですね、カジャビを専門としたサポートとか制作を行うようにしてきました。おそらく検索していただくと僕のサイトがすごい上に来ると思うんですけども、それだけ日本人の中でもですね、すごいカジャビについては多くの経験を持っています。でこのレビュー動画を出したのがだいたい2年前なんですが、そこからですね、カジャビもかなり大きくアップデートされましたし、僕自身もいろんな方をサポートしたり制作をしていたりする中でかなり多くの経験を身につけました。で今回はそれもありまして、再度ですね、しっかりともっとレビューをして、皆さんにですね、このカジャビの魅力を知ってもらえればということで、ご紹介させていただければと思います。もし今回の動画を見ていただきまして、もし皆さんがこうカジャビに興味を持っていただいて、ちょっとカジャビを始めてみたいと思った方がいらっしゃいましたら、ぜひ僕の紹介リンクから始めていただければと思います。そうするとカジャビが30日間無料トライアルで使うことができます。あとはですね、僕がこうカジャビを使っていったりとか、いろんな方をこうサポートしていく中で、皆さんのこうつまずきやすい点というのをかなり把握しています。でそういったのをすべてクリアにするために、こういった形でカジャビの日本語ガイドというサイトですね、パスワードがついているサイトなんですけども、こちらのアクセス券も無料でお渡ししています。でこのサイトの中にはですね、僕が今までこう貯めてきたカジャビに関する記事をすべて日本語で紹介しています。あとはですね、初めての方がこうカジャビのサイトを一からこう作っていけるような、こうステップバイステップの表を用意していたりとか、あとはですね、カジャビはやはりこう海外ツールなので、日本語化するのが大変なんですね。日本語で運営することは全然問題ないんですが、やはり最初の作業というのが少し大変になってしまいます。ただですね、こちら の日本語ガイドの中に、既に僕が翻訳をしたカジャビのテーマのテンプレートを用意しています。なので皆さんはこれをダウンロードして、ご自身のサイトにアップロードするだけで、もう比較的簡単にもうすでに日本語化されたテーマを使うことができるというような、特典もありますので、ぜひですね、もしカジャビをこれから始めたいという方は、僕の紹介リンクから始めていただければと思います。ではそれではカジャビについて詳しくレビューをしていきたいと思います。はい、まずカジャビについてですが、じゃあカジャビって何ですかっていうことをよく聞かれます。何ができるんですかとか、巷で有名なものですと、シンキフィックとかティーチャブルとか、いろんな、競合、似たようなツールがあると思います。でその中でこうカジャビの違いは何ですかっていう、ご意見をよくいただくので、それについてまずご紹介していきたいと思います。でまずカジャビはですね、この今回の動画のタイトルにもなってると思うんですけども、オンラインビジネスをするためのオールインワンのツールというものだと僕は思ってます。僕自身いろんな海外のこういうクラウドサービスとか、いろんなツールとかをリサーチしたりしてるんですけども、やはりですね、カジャビはかなりパワフルでオールインワンで、オンラインでこうビジネスをして、マネタイズしていこうと思っている方はぜひ使っていただくのがいいツールだと僕は感じています。でそしたらカジャビで何ができるのということになりますが、ざっくり挙げるとこれぐらいのことができます。でメインはですね、やはり動画コース販売ということで、例えば皆さんが何かスキルを持っていて、例えばヨガとか、ジムとか、勉強ができるとか、何でもいいと思います。占いとか、何でもセールスのスキルとか、マインドセットとか、いろんな皆さんのスキルがあると思います。僕だったらこうウェブサイト作ったりとか、いろいろ今もこういう YouTube でやっていますが、こういった動画コンテンツをこう販売されたい方はカジャビまず向いてると思います。カジャビはですね、オールインワンと伝えたんですが、カテゴリーで言うとこういう動画コースを販売するためのツールということにもなります。はい。であと何ができるかと言いますと、あとはホームページのウェブホスティング機能があります。でこれはどういうことかと言いますと、例えば皆さん今ワードプレスとか、いろんなワードプレスとか WIX とかでホームページ持っているかと思いますが、カジャビの中にもホームページを作る機能があります。なのでもし皆さんがこうワードプレスとか別の WIX とか、いろんなサーバーとかに払ってるお金があれば、もうそれももし皆さんがカジャビを始めたら、それも一元化することが可能です。実際に僕のクライアントさんも元々はワードプレスでサイトを持ってて、でカジャビを始めたから、もうそれをやめてもカジャビに全部移行したというパターンもあります。もちろんもうすでにワードプレスとかでサイトを持っている方は、公式サイトはこちらであって、スクール用のウェブサイトはカジャビで作るということも可能です。はい。でカジャビの場合は、あとも上限とか特に気にせずに、好きなページ、好きなランディングページとか、好きなキャンペーンのページとか、お問い合わせページとかも無限に作ることができます。あとはですね、すごい簡単なページビルダーの機能もついていますので、ドラッグドロップで簡単におしゃれなページを作ることができるようになっています。あとはですね、次にこのカジャビがすごい機能としましては、メールマーケティングの機能がすごい充実しています。で、例えばですが、よくカジャビと比べられるティーチャブルとかシンキフィックとかですと、この2つはメールの配信の機能はついています。もちろんお知らせメールとか簡単な通知メールは飛ぶんですけども、例えばニュースレターを定期的に配信したいとか、何かの購入をきっかけに自動的にステップメールを送りたいとか、
よくあるメルマガ登録したら自動的にステップメールとかシナリオメールを送りたいという場合があると思います。で、その時にカジャビはですね、その機能ももう丸々含まれています。で、これはかなり強力でして、まあ実質この送信の上限というのがありません。例えば皆さんのカジャビスクールに1万人のユーザーさんがいて、その方たちに毎日送りたいというパターンですね。例えばそうなると、例えば毎月送れば30万通になると思うんですけども、特に上限はありません。なので、まあ例えば国内のメール配信ツールとかですと必ず上限があると思います。この何通まではいくらで、もっと超えると追加課金でいくらになりますというのがあると思うんですけども、カジャビの場合はそういう上限がないので、もう正直どんどんメールを送ることが可能ということになります。でもちろんですね、ニュースレター、また後でご紹介しますが、こういうニュースレター、まあ、メルマガですね、メルマガとかを作るのもそういうビルダーがありますので、結構おしゃれな HTML のメールを作ることができます。あとはそのテンプレートを保存しておいて、また次送信するときにそのテンプレートを保存して、それをまたちょっと内容だけ書き換えて、まあ、同じようなテンプレートでまた送るということもできます。あとはステップメール配信ということで、まあ、カジャビの場合はそのリード獲得ですね、フォームも作ること、お問い合わせフォームとか、メルマガの入力フォームとかも作ることができるんですが、そこに入力があったのをきっかけに自動的にその人に10日間、マーケティングのあらかじめ設定しておいた、マーケティングのメールを送るとか、そういったことも簡単にすることができます。はい。で、なので、まあ、僕のクライアントさんの中では、実はですね、まあ、カジャビもちろんメインとしては動画、オンラインコースの販売のツールなんですが、このメールの機能がパワフルすぎて、メールのためにカジャビを使っていらっしゃる方もいます。またこれも後でご紹介したいと思いますが、顧客の管理機能というのもすごいしっかりしているので、この人がこのメールをクリックした、してないとか、この人がいついつ何をしたっていうのも全てわかるので、まあそういった形でですね、まあ、なので、まあ潜在顧客をこう管理したりとか、その方たちに定期的にアプローチしたりするための機能もカジャビには備わっているという形です。本当に大きい3本柱というのは、本当にまず動画販売と、このホームページ作れる、ページを作れるということと、このメールの機能が備わっているということが、もうカジャビではもう、この3つでもすごいんですが、カジャビにはまだまだ多くの機能があります。他はですね、まあ、サブスクリプション構築ということで、まあ、よくある、まあ、最近ではもう一般的になりましたが、サブスクと言われているものです。まあ、定期課金ということで、皆さんが何かしらのこう、サービスを提供していて、まあ、お客さんが定期的に皆さんに、まあ、課金というかお金を払って何かこう、サービスをゲットできるというものになります。で、まあ、よくあるのが、まあ、オンラインサロンとか、いうのも作ることができます。で、カジャビにはコミュニティ機能、まあ、Facebook の簡単版みたいなものがありますので、そこでコミュニティをして、そのコミュニティに参加する場合は、毎月いくら払ってくださいというのもできますし、あとはそのまま動画コース販売で、例えばまあ、皆さんがまあ、動画をいくつか上げておいて、まあ、この講座、サブスクリプションで登録している間はいつでも見放題ですよ。ただ、サブスクリプションやめちゃった場合は、見れなくなりますよみたいな仕組みもすることができます。あとは、有料メルマガとかで、サブスクリプション登録している間は、有料のニュースレターゲットできますよとか、そういうこともすることができます。まあ、オンラインビジネスのメリットとしては、こういうサブスクリプションが構築できるというところだと思います。まあ、毎回、もちろん動画の講座を作って、1回きりの販売で、じゃあ5000円で買ったらもう見放題ですよっていう仕組みもできますが、やはりですね、まあ、せっかくですと、まあ、こう皆さん安定的な収入を獲得されたいと思いますので、まあ、カジャビはこういうサブスクリプションの構築もできるというところは、ぜひですね、もし皆さんカジャビを始めたら、活用いただければと思います。はい、あとですね、まあ、サブスクリプションのところでもそうですが、あとポッドキャストという機能もあります。日本ではまだこうあまり一般的ではありません、あまりメジャーではありませんが、まあ、いわゆるまあラジオみたいな形でオーディオ配信ポッドキャストですね、それをカジャビで もうホスティングすることができます。なのでこの音声データもカジャビの方にもう全部アップロードすることができますので、録音したポッドキャストをカジャビの方にホスティング、カジャビの方に保存して、それを Google ポッドキャストとか iTunes ですかね、iTunes のポッドキャストとかに配信することもできるという形です。で、そのポッドキャスト自体をマネタイズ、ポッドキャストを有料ポッドキャストにして、サブスクリプションしてる間は、皆さんが例えば毎週上げているポッドキャストを聞けますよとか、そういう風な仕組みも作ることができると。いう形になります。あと別のところですと、まあブログ機能というのもありますので、もしかしたらもう皆さんすでにブログとかどこかで書いていらっしゃるかと思いますが、これもカジャビにまとめることが可能という形です。で、ブログはですね、結構軽く見られがちなんですけども、僕の経験から言いますと、やっぱブログというのはとても大事です。何が大事かと言いますと、やはりブログの記事を貯めておけば置くほど、まあコンテンツマーケティングというんですが、ブログを書けば書くほど、やっぱりこう検索から引っかかりやすくなるんですね。もし皆さんのビジネスに関することをどんどんブログに書いて公開していくことによって誰かがそのブログを見てくれます。で、コンテンツマーケティングというんですが、まあ、ブログを書けば必ず検索から引っかかるようになってきます。で、その記事を見て興味を持った方が皆さんのスクールに行ってそこから購入するという流れができます。で、逆にブログを書かないと、じゃあまあもちろん SNS とか Twitter とかでも
いいですが、あとは有料広告とかもいいですが、やはりまあコストがかかるし、まあツイッターとかもし皆さんがすでにこうある程度インフルエンサー的なちょっと有名な方で少しつぶやけばこうみんなが見てくれるという形でしたら全然問題ないと思いますが、もしですね、まあこれ本当にこれからオンラインビジネスを始めたいという方でしたら、やはりブログというのが一番あのコストがかからないですし、ある程度流れに乗ってくると定期的にあの皆さんのサイトにこうお客さんを呼んでくれるものになるので、まあ、ブログ機能というのはかなりあの重要かなと思います。でカジャビはその機能がありますので、もし皆さんが何かビジネスを始めたら定期的にブログを書くことによって、あのまあ割とそのお金をかけずにお客さんをサイトに呼び込むことができるという形になります。はい、あとこれもカジャビの特徴的な機能ではあるんですけども、マーケティングのオートメーションという機能があります。でこれは何かと言いますと、まあ、いわゆる、まあ、日本語訳するとあのマーケティングの自動化ということになります。これは例えばですが、まあ、いろんな条件でルールを作っておくことができます。例えばお客さんがこの商品買ったらこのメルマガに追加するとか、この商品買ったらタグをつけるとか、もういろんなこういうですね、あの、まあ、ルールというかオートメーションを設定しておくことができます。でこれによっていちいち例えばこのフォームに申し込んだ方に手動でメールを送ってあげるとか、そういうことをする必要はなくなります。もう自動的にこのフォーム、例えばお問い合わせフォームからあのお問い合わせがあった人に自動的にメールを返信するとか、自動的に管理者にも通知を送るとか、そういう設定をすべて細かくすることができるので、極力ですね、もう一回設定してしまえばあとはもう自動的にこうシステムが流れるようなあのことを行うことができます。これもカジャビのすごい便利な機能で、このマーケティングオートメーションの設定はもうこれも上限無制限にすることができますので、例えばこの講座を買った人にこのメールを送る、このメールに登録されたけど、もうこの口座を持ってる人にはもう送らない、止めるみたいな。例えばステップメール始めて、例えば10日間のステップメールだけど、3日目でこのおすすめの口座買ってくださった方にはもうこのステップメール止めるとか、そういう細かい設定もすることができるので、すごい効率よくですね、まあ、皆さんのマーケティングができるという形です。なのでまあ基本的に1回作ってしまえばもう皆さんはもうコンテンツの作成に集中したりとか、あとはそういう他のあの PR 活動とかに専念ができるという形になります。あとはですね、まあ、あのアフリエイト機能というものもありますので、まあよくあるですね、まあ皆さんがスクールを始めて皆さんの販売している商品オファーですね、これをまあ販売したいよという方が、もしインフルエンサーの方とかでいらっしゃいましたら、その人があの代理であのおすすめすることができます。まあこのリンクをアフリエイトする人の専用のリンクを発行できるので、このリンクを買ってもらうとこの人にコミッションを支払うとか、まあ、そういった仕組みもすることができます。もうこれは海外ではすごい一般的な方法になっていまして、まあ、例えばちょっと有名なあの YouTube の方とか有名な SNS やってる方にお願いしてちょっと紹介してくださいという風にします。でその人が紹介してその人のリンクから例えば買ってくれたら1件あたり 10% 払いますよみたいな形にしておくと、まあ、すごいウィンウィンだと思います。こちらとしても商品が売れていいですし、この人もおすすめしたことによってこうもし購入につながればこの人もお金が入るという形になるという仕組みです。でカジャビではこのアフィリエイト機能も使うことができるという形になります。でこういった形でですね、カジャビは本当に今ご紹介した通りもあのオンラインでビジネスをするためのツールが全て備わっています。特にその動画コースの販売とウェブホスティング、ホームページを作れますし、ページも無制限で作ることができます。あとはこのメールのマーケティング機能、メールの配信ツールとしてもあの普通に問題なく使うことができます。あとはオートメーション機能がありますので、あらかじめもう流れを作っておけば、あとはもう自動的にユーザーが買ってユーザーが受講してメールを受け取ってという流れを全て行うことができます。これだけでももうカジャビについてすごい便利だなと皆さん今思っていただいていると思います。はい、でまあその他の機能としましては、まあこれはですね、まああのもう当たり前みたいなものにはなるんですけども、まあこういった形でですね、まあ独自ドメインももちろん使うことができます。皆さんがすでに持っているドメインがあれば、もうそれをカジャビに割り当てることもできます。例えば皆さんが何々.comというもうドメイン持っている場合は、例えば頭にスクールをつけてスクール .何々.comという風でカジャビの方のスクールを運営することもできます。これによってブランド化がすごいできますし、同じドメインで使うことができるので SEO 的にも強くなるという形になります。あとは動画をですね、無制限にアップロードすることができます。これはかなりあのすごいメリットだなと思うんですけども、例えばまあ国内でもこういった似たようなサービスがあると思うんですが、基本的にですね、まあ、やはり動画の上限って限られてくると思います。もちろん動画というのはあのファイルの中でもすごい容量を食うファイルになりますので、例えば100ギガまでなら
いくらですけども、それを超えるとまた追加でいくらかかりますっていうのが、まあ、国内でよくあるサービスの料金プランの形だと思うんですけども、カジャビの場合はまた価格は動画の後半でご紹介しようと思いますが、例えば一番安いプランですと、だいたい150ドルでカジャビを使うことができます。でもそれを払えばもう動画の上限というのは関係ありません。もう皆さんがいくら例えば動画を100本上げようが1000本上げようが、もう追加で料金を課されることはないという形になります。でカジャビの場合は1本あたり4ギガの動画であればもう無制限にアップロードすることができます。で 4K にも対応していますので、もう皆さんが高画質で撮った質の高いコンテンツをお客さんに提供することもできるという形になります。このホスティング、その動画のホスティングも無料というのはかなりメリットかなと思います。であとは先ほどもさらっとご紹介しましたが、メールの配信数は無制限になっています。はい、動画も無制限でアップロードできますし、メールも無制限で配信することができるのがカジャビの強みです。なので、まあ、他のサービスとかですと、まあ、月の上限が5万通とかで限られているので、じゃあちょっとメルマガのペースをちょっと落としてこれぐらいにしようとか、マーケティングのご相談とかはさせていただいていて、まあ、そういった話も聞くんですけども、カジャビの場合はもうそれを気にすることがありません。いくら皆さんのこうどんどんお客さんがどんどん生徒さんが増えると思います、皆さんのスクールに。でそうするともうメールの上限っていうのを、じゃあちょっとペース落とそうとかなと普通は考えなきゃいけないんですけども、カジャビの場合は別に関係なく、まあ、増えても別にメールの送信数は無制限なんで、どんどんメールを送ることができるというのが強みです。であとはスマホのレスポンシブももちろん対応しています。皆さんがカジャビのホームページのビルダーで作ったものをもちろんスマホでも見ることができます。あとはアプリも、カジャビのアプリというのも存在しています。またこれは別の動画とかで詳しくご紹介しているので、興味がある方は見ていただければと思いますが、カジャビはですね、カジャビというモバイルアプリをもう提供していますので、生徒さんはそのアプリをダウンロードして登録したメールアドレスで1回登録すれば、あとはもう毎回ログインすることなくもう皆さんのスクールのコンテンツにアクセスができるという形になるので、まあ、これはすごい便利かなと思います。あと他のツールともすごい連携することが可能なので、例えば、まあ、海外のツールでよくあるんですが、例えばカジャビと Google シートを連携したりとか、カジャビと、まあ、クリックパネルズとか、まあ、他のこうマーケティングツールとかと連携したりとかもすることがとてもスムーズに行うことができます。なのでもしカジャビに持ってない何か機能で皆さんが使いたいものがあれば、もしかしたらその他のツールと連携することでうまくできるかもしれないということも考えられます。まあこれは本当にもう基本的にカジャビだけあれば全てオールインワンですることができるんですが、例えばカジャビでは証明書の発行とか認定書の発行という機能はないんですけども、他のそういうツールと連携すると、例えばカジャビのある生徒さんがこの講座を終了するとその情報が別のツールに行って、そこから認定証がその生徒さんに発行されるとか、そういった流れも比較的簡単に作ることができるという形になります。はい、ということで今ちょっと前置きなんですが、すごい長くカジャビについてご紹介させていただきました。で今からですね、実際にカジャビを登録して、まあ、どういった流れで使い始めたりとか、まあ、どういった流れでこうコースを作ったりとかするというのを実際の画面をお見せしながらご紹介していきたいと思います。はい、それではここからはですね、実際の画面をご紹介しながらカジャビの登録方法や使い方や口座作成方法とか管理画面の見方とかについてをご紹介していきたいと思います。であと冒頭でもご紹介したんですが、もしカジャビに興味がある方、もしこれからカジャビを始めたいと思われた方は、ぜひ僕の紹介リンクから始めていただければと思います。で紹介リンクから始めていただきますと、こういった形で日本語マニュアルというウェブサイトをお渡ししています。でこの中でですね、まあ、僕が今まで培った、まあ、サポートとか制作とかの中でこう気づいたこととか、まあ、よく皆さんがこうつまずきやすい点というところを全てまとめています。でこういった形でだいたい今200記事ぐらいあるんですが、もうこれがあれば正直皆さんは別にカジャビのサポートに英語で問い合わせなくてもだいたい答えは見つかるかと思います。であとはですね、ステップ表というものがありますので、こう皆さんがこうカジャビじゃ始めて、じゃあどこからこう手をつけたらいいかというところもあると思います。でこういうのを全てまとめていますので、だいたいこれをの表をこう上から下にやっていただくと、まあ、比較的簡単にカジャビのスクールを作ることができるかなと思います。あとは初めての方向けの記事というものをまとめていますので、まず皆さんがこうカジャビを使い始めたら、ちょっとこの辺りの記事を読んでいただくと、まあ、大体どういうことができるかなというのがこう認識できるかなと思います。はい、それではですね、実際にカジャビの登録から始めていきたいと思います。でカジャビは僕の紹介リンクから入っていただければ30日間無料で使うことができます。はい、まずこちらがですねカジャビのサイトになりまして、まず始めるにはこちらのボタンをクリックします。はい、でそうしますと、まず皆さんの情報をですね入力する必要がありますので、こちらに皆さんのお名前とかメールアドレスを入力します。はい、入力が完了できましたら次に進みます。はい、そうしますとこういった形で次のページに進みます。で次のページでは
まあ、皆さんのでパスワードですね、ログイン用のパスワードを作っていただいて、あとはカードを入力します。ここでカードを入力するのですが、30日以内にキャンセルをすれば課金1円も課金されることはございません。なので、まあ、もし途中で使ってみてやっぱり難しいとか、やっぱりちょっとイメージと違うということがあれば、まあ、もちろんキャンセルいただければ大丈夫という形になります。もしその1ヶ月過ぎるとベーシックプランということで課金が始まるという形になります。はい、そうしまして、このように情報を入力できましたら、このスタートフリートライアルをクリックします。はい、問題なければこのように次の画面に進みます。で、ここでチェックやイメールというのがありますので、この皆さんのメールボックスですね、先ほど入力したメールアドレスあたりにカジャビからメールが来ているはずですので、はい、こういった形でメールが届いているはずです。なのでこちらの Verify Your Email をクリックします。はい、そうしますとメールアドレスが確認されましたということで、この次の画面に進むことができます。で、最初はですね、まあ簡単なアンケートみたいな形になりますので、まあ皆さんの方でまあざっと答えていただければと思います。で、まあ英語になっているので、まあもし難しいという方は、Google Chrome であれば、日本語の翻訳機能がありますので、翻訳いただいて、まあざっと回答いただければと思います。まあどういうことしてますかとか、今オンラインビジネスしていますかとか、こういろんな質問があります。まあこれはあくまでもカジャビのアンケートになりますので、まあこういった形でざっとご回答いただければと思います。で、ここですね、最後にですね、会社の住所を入力してくださいというものがあります。これはもちろん後で変更ができるので、まあここもざっと入れていただければと思います。で、逆にこれ入れないと、まあ次の画面進めないですし、まあメールも、カジャビからのマーケティングのメール機能も使うことができないので、まあここは入れておく必要があります。もちろん全然日本語でも大丈夫です。はい、こういった形で情報を入れて次へをクリックします。はい、そうしますと今やっとですね、このカジャビのダッシュボードに入ることができました。で、これがいわゆるカジャビのダッシュボードになります。ここから皆さんは生徒を管理したりとか、口座を作ったりとか、オファーを作ったりをすることができる画面になります。はい、そうしましたら次に各メニューについてご紹介していきたいと思います。で、カジャビのこう管理画面というのはすごいシンプルになっていまして、基本的にすべての作業はここの左のメニューから行うことができます。まあ、大きく分けるとウェブサイトということで、まあ、ホームページとかランニングページとかページ作成関係のところをここから管理できます。で、次にプロダクトということで、カジャビでプロダクトというのはいわゆる販売する商品がそれに該当します。なので、例えば動画講座もプロダクトですし、ポッドキャストもプロダクトですし、コミュニティもプロダクトになります。まあ、それをまとめてプロダクトとカジャビでは呼んでいます。で、次にセールスということで、これはちょっとカジャビの特徴的な部分ではあるんですが、プロダクトというものとオファーというものがあります。これもちょっとまたこちらの動画を見ていただければと思いますが、プロダクトとオファーという概念があります。で、これは何かと言いますと、例えば同じ動画講座、例えば 何かの入門編講座を皆さんが作ったとします。動画ですね。動画講座を作ったとします。で、それをじゃあ5000円で販売しますということで、この講座に価格をつけるのではなくて、このオファーという、まあ、価格パッケージのようなものですね。このプライシングのパッケージのようなものに、まず、じゃあ5000円でこれを売りますというふうにします。で、この中に、この先ほどのこのプロダクトを含めておきます。そうすると、この価格パッケージを買った人は、この中身のプロダクトにアクセスができますよというふうな販売の方法をすることができます。で、これをすると何かメリットがあるかといいますと、例えばこの今回作った何かのこの入門編講座ですね。これの価格とかいろんな売り方をすることができます。例えば価格、このオファーに関してはもう無制限に作ることができるので、例えば Twitter 限定のオファーとを作っておいて、これちょっと3500円にして、あとは常にホームページに掲載しておくようなのは5000円にするとか、あとは特別にちょっとお得意さんに渡す用のオファーで、その方限定のオファーでちょっと2000円のものにしておくとか、あとは5000円のオファーだけど、これを購入すると入門編と応用編のプロダクトもここに含まれてますよとか、そういう本当に細かいいろんな販売方法をすることができるのもカジャビのオファーという機能のメリットになります。はい、で、まあ、ティーチャブルとか新規ピックとかそうなんですが、もう講座を作ったら講座に一定の価格がついているという風になります。なので、もし様々な価格で売ろうとしたら、この講座ですね、この動画講座をいちいちコピーしなきゃいけないという手間があるんですが、カジャビの場合はもう動画講座は1個にしておいて、この価格パッケージだけをたくさん作っておいて、いろんな販売方法ができるというのがメリットになります。はい、で、マーケティングですが、こちらはですね、まあ、メールのマーケティングとかもそうですし、オートメーションも管理することができますし、あとはフォームですね。カジャビではフォーム、お問い合わせフォームとか、メルマガ入力フォームとか、例えばアンケートフォームとか、そういった、まあ、よく Google フォームとかでも作れる、ああいうフォームですね。フォームをもう無制限で作ることができます。もちろんそのフォームに対してのオートメーションも作ることができるので、このフォームに入力があった人にこのメールマガを配信するとか、フォームに入力があった人にじゃあこの無料の講座、ちょっとお試し版をあげるとか、そういった流れも作成することができると
ていう形です。あとはピーポーということで、ここはいわゆる顧客管理の画面になります。このサイトでは今もちろん今始めたばっかりですので、ちょっと情報がないので、また僕の実際の使っているサイトでまた後でご紹介したいと思います。あとはアナリティクスということで、こちらですね、いわゆる分析ということで、サイト内のデータを見ることができます。今日何人来たとか、今日いくら売れたとか、どのオファーが売れているとか、どのオファーが売れているとか、あとはこの生徒さんはこの講座をここまで見たとか、そういう細かいデータを全てまとめて見ることができるという仕組みになっています。でこれがざっくりとしたカジャビのダッシュボードの使い方です。そうしましたら、じゃあ左上からですね、実際に画面を見ていきたいと思います。まずこのウェブサイトという部分をクリックします。でそうしますと、まずですね、デザインページナビゲーションブログというのがあります。でまず皆さんが行う必要があるのは、このまずデザインというところに進みまして、このテーマを決める必要があります。このテーマというのはあくまでもこうデザインのテンプレートですので、別にどれを選んでも皆さんがカスタマイズすれば好きなように変えることができるので、ある程度雰囲気が近いものを選んでいただければと思います。例えばですが、よく一番一般的に使われるのがこのストリームドラインホームというものがありますが、もちろん後から変更することもできますし、もういくつかテーマをダウンロードしておいて後からちょっと切り替えて確認することも可能です。なので最初はフィーリングというか、ファーストインプレッションで決めていただければと思います。例えばですが、こういったテイラーというものがありますが、じゃあちょっとこれを使ってみようということで、ゲットスターティッドをクリックします。はい、そうしますと、今、テイラーというテーマがインストールされました。で、例えばこのプレビューをクリックすると、もう実際皆さんのテーマが、実際の皆さんのスクールのトップページを見ることができます。もちろんこれは今、インストールしたばっかのテーマですので、細かく変更することができます。で、実際にどうするかと言いますと、このカスタマイズをクリックします。はい、そうしますと、こういった形で今、ページのビルダーが開きました。で、どのようにカスタマイズするかと言いますと、これすごいシンプルになっていまして、例えばこういうブロックで全て作られています。例えばじゃあこのラブパッションフィルフメントというのを変更したい場合は、これをクリックします。で、そうするともうここにすでにもうビルダー、エディターが出ていますので、例えばちょっと文字を追加すると簡単に変更することができます。あとはこの幅とかですね、このカラムを変更したりすることもできるので、ちょっとここはちょっと6ぐらいにしてとか4にして、これも4にして、でこの44にすれ44にして、じゃあこの隙間にちょっともう一個画像を入れたいということで、こういった形で簡単に並べることができます。でこれ今画像とかテキストのブロックですが、例えばこういう風に背景に動画も使うこともできますし、こういった形で、これはテキストですが、こういった形で大きい写真も設置することができます。あとはいろんな機能がありまして、例えばこのカードという機能がありまして、これを使うとこういった形で簡単にこうカード形式のボックスを作ることができますので、ここで皆さんで画像を差し替えてテキストを変えて、ボタンのリンク先をちょっと別の自己紹介ページとかお問い合わせページとかに飛ばすとか、そういうことも簡単に行うことができます。あとはですね、比較的最近追加された機能としまして、このカローセルという機能も新しく追加されました。これはいわゆるスライダー、画像スライダーみたいな形で、こういった形で画像を切り替えることができる、大型のスライダーというのもカジャビでは追加されました。で僕が最初にレビューしたこの2年前にはこういう機能なかったんですが、カジャビはですね、結構頻繁にアップデートされていますので、どんどんこういう新しい機能が追加されていくというのもカジャビのメリットではあるかなと思います。であとはですね、カウントダウンタイマーを設置したりとか、あとはフォームですね、フォームをこのページの中に埋め込んだりとか、もちろん画像も埋め込めますし、オーディオファイルも埋め込めますし、カジャビの中の動画も埋め込めるし、別に YouTube の動画もここに埋め込むことができます。あとはこういう FAQ ということで、よくある質問みたいな、こういうブロックを作ることができます。で、これで、こういった形でクリックしたらアコーディオン形式で、よくある質問の中身が出てくるとか、こういったおしゃれな形のテーマも簡単に作ることができるというのがカジャビの仕組みになります。で、あとはこういった形で、もともと用意されているページというのが表示されていますので、今これホームページ変更してますが、もちろんブログのページもカスタマイズできますし、ログインのページもカスタマイズすることができると。いう形になります。であとはもちろんこの既存のページをカスタマイズすることもできますし、ランディングということで、もうまるっきり新しいキャンペーンのページというのも簡単に作ることができます。でこちらもたくさんのテンプレートがありますので、こういった形でいろんなテンプレートから選んでいただいて、例えばそうですね、こういった、ゲイツというテーマがありますが、これをちょっとやってみたいと思います。でちょっとテストと入力しまして、クリエイトを作成します。はい、そうしますと、今ですね、ランディングということで、今新しいページを作っている画面に来ています。
で、ランニングページを作ることで、これ何が違うかと言いますと、例えばこのウェブサイトで作っているページですと、もうこう皆さんのこのロゴとかは一緒になるんですが、ランニングにすると、もうこういうヘッダーとか、もうロゴとかも全部書き換えることができます。もうこのヘッダーをなくすこともできまして、もう完全に独立した一つのページというふうな形でページを作成することができるので、なのでまあ皆さんのビジネスとは全く関係ないページも別に作ることができるという形になります。はい。で、まあ、あとこういう部分ですね。こういうところも簡単にまあ日本語にすることができるので、まあ、ログアウトとか設定とか簡単に変更することができます。で、この翻訳の方法とかも日本語ガイドに詳しくまとめてますので、そちらを参考にいただければと思います。はい。で、これがまずカジャビでページを作成する流れという形になります。で、ページを作成したら、まあこれ順番別にどっちでもいいですが、次にページを作成したら、次はプロダクト、実際に皆さんが販売する動画講座とかコミュニティとかポッドキャストを作成する流れになります。はい。それでは実際にちょっとプロダクトを作ってみたいと思います。まずこのプロダクト、オールプロダクトの画面に進みまして、 Get Started をクリックします。で、そうするとクリエイトプロダクトということで、こういくつか選択肢があります。で、まあこれも別の動画でご紹介しているんですが、基本的に皆さんこのブランクから始めていただければと思います。このミニコースとかオンラインコースとかドリップコースとかいくつかありますが、正直設定がちょっと違ってるだけですので、大元は同じです。なので、このブランク、ミニコース、オンラインコース、ドリップコース、メンバーシップというのは同じで、このコミュニティだけはコミュニティの形式のまた違った枠があるので、基本的に皆さん始める方はまずブランクから始めていただければと思います。で、例えばですが、このブランクの内容をカジャビ入門講座にして、ちょっと今説明文を適当に入れます。で、ちょっとサムネイル画像をちょっとパソコンからアップロードしたいと思います。はい。こういった形でまずブランクの講座でカジャビ入門講座というものを作っていこうと思います。はい。そうしますと、今こういった形の画面に進むことができました。で、ここはですね、いわゆるこの講座のカリキュラムを作る場所になりますので、皆さん動画講座という動画コースなので、1本の動画ではないと思います。もう複数の動画、例えば10本20本の動画シリーズで動画講座というふうに販売することができるので、ここで複数の動画とかテキストファイルとかいろいろアップロードすることができます。で、例えばですが、まずどうするかと言いますと、例えばこのアドコンテンツでニューポストというのをクリックします。例えばまずはじめにみたいなレッスンを作成します。で、ちょっとこの順番を入れ替えて、じゃあこのはじめにというところにまずこう動画をアップロードしたいので、このビデオをクリックします。で、このピックファイルをクリックしまして、ちょっと今すごい適当な動画ですが、パソコンから動画をアップロードしたいと思います。はい。そうしまして、今アップロードが完了しました。で、これ今ちょっと処理中なんでちょっと待ちますが、例えばこの動画の説明文ですね、いわゆるこの YouTube でいう動画の説明欄みたいな部分もこのテキストを書くことができます。はい。で、あとはダウンロードファイルということで、例えばユーザーさんにちょっと参考の PDF の資料とかをダウンロードしてもらいたいときは、あらかじめここにアップロードしておくことで、ユーザーがそれをダウンロードすることができるという形です。例えばちょっとこちらも適当なファイルをアップロードしておきたいと思いますが、こういった形で、ユーザーさんにダウンロードしてもらいたいファイルをあらかじめここに置いておくことができます。あとはですね、ポストサムネイルということで、これも YouTube、 いわゆる YouTube のサムネイル画像というのももう皆さんで作ってここにアップロードしておくことができます。で、別にセットしなければカジビが自動的にワンカット、YouTube みたいな形で一箇所だけこう引っ張ってきてくれるというパターンになります。で、あとはコメントということで、じゃあこの各動画のコメントを有効にしますか無効にしますかも決めることができます。もちろん別にコメントなくてもいいよという方もいらっしゃると思うので、そういう時は隠していただくことができるというふうになっています。で、最後のこのパブリッシュにしまして、セーブをクリックします。で、そうすると今保存がされました。で、実際の画面を確認してみますと、こういった形でサイトができているというふうになっています。今これ一つしかありませんが、はじめにとブランクポストが入っているという形です。で、これは今ですね、見ているのがこのいわゆるポストという一つ一つのレッスンの部分になります。で、実際はこのプロダクトというまず大きい一枠をカスタマイズする必要がありますので、このカスタマイズをクリックして、ここでプレビューをクリックします。で、そうするとまずここがプロダクトのトップページになります。で、ここはこのプロダクトを買っている人とか、プロダクトのアクセス権を持っている生徒さんだけが見れるページになります。外部の人とかゲストユーザーとかログイン情報を持ってない人はもちろん見ることができない限定のページになります。で、ここで例えば、じゃあこのはじめにを見て、じゃあこの動画を見ると、で、クリックすると動画が始まるというふうになります。で、次の動画はここをクリックすると飛べますし、ここでダウンロードしてもらいたいファイルはここをクリックするとダウンロードができますよというふうな形になります。で、あと実際に今これコメントの機能を有効にしていますので、ここでコメントも書くことができますし、いろいろすることができるというふうになっています。
で今この皆さん見ていただいたら分かると思うんですが、あの各部分ですね、まあ、こういったあの、まあ、レッスンとかメーカーズコンプリートとかあのいろいろ英語になっています。でここはですね、僕がすでに日本語に訳したものをお渡しすることができます。これもあのカジャビの日本語マニュアルガイドの中からダウンロードすることができるので、まあ、ぜひそこからあの入手いただければ、まあ、いちいちこの一個一個翻訳する手間はなくなるというふうな形になります。はい、例えばですが、ちょっとこれあの僕が今実際にあのテストで作っているサイトですけども、こういった形で結構カスタマイズすることができます。でこれはもうすでに日本語化している状態ですし、こういろいろサイドバーにいろいろこういうバナーを設置したりとかクーポンを置いたりとかしているような状態です。こういうふうにあのサイドバーをカスタマイズすることができます。例えばこれクリックしてこういった形でダウンロードファイルを用意したりとか、この動画のダウンロードボタンを設置することができます。もちろん基本的に皆さんの動画というのはダウンロードしてもらいたくないと思いますので、もちろんダウンロードさせないこともできますし、ダウンロードさせることもできるというふうな仕組みになっています。で講師の情報とかコメントを書いたりとか、それに対して管理者が返信したりとかも行うことができるという風なのが、この講座の作成機能、コースの作成機能になります。はい、あとはですね、ポッドキャストという機能もありますので、まあ、皆さんがこう作った音声データというのを定期的に配信することもできます。あとはコーチングという機能も、これも比較的最近追加された機能ですが、まあ、いわゆるコーチングプログラムということで、例えばまあヨガとか、まあ、マンツーマンで何かしらをしたい場合ですね、そういう時はこの機能を使うことによって各生徒さんの進捗状況に応じたこうプログラムを進めていくことができるようになっています。でこちらに関しましては、まあ、この辺の動画でご紹介していますので、またあの詳しく知りたい方はこちらも見ていただければと思います。はい、でセールスということで、こちらがあの、まあ、いわゆるオファーの作成画面になります。で先ほどもさらっとご紹介したんですが、カジャビにはプロダクトとオファー、まあ、いわゆる価格パッケージという概念があります。プロダクトを作成しただけでは、このプロダクトはあくまでも動画講座だけになります。これに価格をつけることはできません。カジャビではオファーというものに価格をつけて、じゃあこれを買ったらこの中身のプロダクトにアクセスができますよというふうな仕組みになります。で例えばオファーの作成ですが、これもちょっと今適当に作ってみたいと思います。で例えばですが、今新しいオファーとしてこのカジャビ入門編過去通常価格というオファーを作ろうとしています。でまず名前を付けまして、じゃあこれを買ったら何が受け、何 どのプロダクトをゲットできますかということで、これもちょっとまた別のサイトで試していますが、例えばじゃあこれ買ったら初心者向けこの〇〇講座というのも受けれるし、と有料ポッドキャストも受けれますみたいな、こういった形でオファーの中身のプロダクトをまず選ぶことができます。もちろん一つのオファーに対して一つのプロダクトだけでもいいですし、逆に言うとオファーの中身は空っぽでも大丈夫です。ただ単に例えばカジャビとは関係なくて、ただ単にお支払いを受け付けたい時とか、逆に僕はこれよく使っているんですが、例えばオファーの中身を空っぽにして、これをサブスクリプションのオファーにしておきます。で、あの僕はのウェブ関係のサポートをするときに、じゃあ定期課金で、じゃあこのオファーからあの登録してくださいということで、じゃあ毎月いくらいくらというのを自動的に課金されるという仕組みも、このカジャビオファーを使って、あの実際の中身は口座とか受けれるわけではないんですけども、ただお金を支払うようにこういうふうにオファーを活用することもできるというふうになっています。で例えばこの今入門編を買うと、この有料ポッドキャストというプロダクトと初心者向け口座というプロダクトがゲットできますというふうな仕組みにします。であとはお支払いタイプということで、カジャビの場合は1回払いもちろん可能です。あとは無料ということで、もう無料のオファー、まあプレゼントみたいな形で買ってもらうこともできます。あとはマルチプルペイメントということで、これは分割払いとは違うんですが、まあ複数回払いということで、例えば1回払う、例えば一括だと1万円だけど、分割だと3000円を4回払えば買ったことになりますよというふうな仕組みにすることができます。これはすごい注意なんですけども、クレジットカードの分割とは違って、買ったら必ずこう4回課金されるというものではありません。ユーザーが途中でやめたら、例えばユーザーが2ヶ月でやめたら6000円で止まってしまいます。もちろんその6000円止まった時点で、この人はこのプロダクト、このオファーのアクセス権はなくなるんですけども、皆さんがこう確実に4ヶ月分の金額を担保できるものではないというものになりますので、そこだけご注意いただければと思います。で、またサブスクリプションということで、例えばじゃあ2000円の、日本円で1ヶ月ワンマンスごとにみたいな形でも作ることができるというふうになっています。で例えばですが、じゃあ今回ちょっとシンプルに1回払いで5000円の日本円にしてクリエイトをクリックします。はい、そうしますと、こういった形で今カジャビの入門編通常価格というオファーを作成することができました。でじゃあこの中に含まれているプロダクトは有料ポッドキャストと〇〇講座という
講座を受けることができますよというふうになっています。で次にですね、まあ、こういういろんな細かい設定をすることができるのですが、例えば、まあ、事前販売みたいな形であらかじめ先に売っておいて、実際に受けること、実際に視聴ができるのはじゃあいついつからですよというふうな仕組みも作ることができます。あとは、まあ、今回1回払い5000円ということで、まあ、基本的に何も設定しなければもう買い切りなので、買った人はもうずっと一生基本的に見ることができるというふうな仕組みになっています。まあ、もしくはこういった形で買ってから90日間は見れますよみたいなふうな仕組みも設定することができるという形です。であとはまあ価格の設定ということで、このオファーディテールをクリックすると、まあ、オファーのタイトルとか説明文とかを決めることができます。であとはここで価格の設定ですね。今ワンタイムになっていますが、やっぱりこれサブスクリプションにしようということで、サブスクリプションに変えることもできるというふうな形です。であとはリミットオファーということで、例えば先着何名までですというふうなオファーの仕組みも作ることができます。例えば先着10名までというふうにして、でそれより後だった人はすいませんがということで、ちょっと別のページが表示されるふうにすることもできます。であとはタイムリミットということで、こちらもじゃあこれいついつまでこのオファー使えますよということで、例えば6月2日までの限定オファーですみたいな形にしておきます。でその後このオファーのリンクに飛んだ人は別のランディングページに飛ばすとか、ここにテキストを作っておいてそのメッセージを表示するとか、そういうふうな仕組みもすることができるので、まあ、すごいマーケティングの幅が、こう皆さんのマーケティングの幅が広がるかなと思います。であとはこのオファーに対してオートメーションを作る、つけることができますので、例えばじゃあこのオファーが購入されたらタグをつけるとか、オファーが購入されたらメールのステップメールに追加してあげるとか、オファーが購入されたら、まあ、メールサンキューメールを送るとか、まあ、いろんな設定をしておくことができます。これはもちろん最初は設定しておく必要があるんですが、まあ、1回作成してしまえば、あとはもう自動的にユーザーさんがこれのオファーを購入したらそのオートメーションが自動的に流れるという形になります。でこれは今内部的な設定になりまして、この内部的な設定が完了したら、次はまあ、実際にオファーの画面とかですね、実際にこういうオファーのページがあるんですが、ここをカスタマイズすることができます。でカジャビの例えばですが、これは実際にカジャビのオファーのページになるんですが、例えばいろんなことをカスタマイズできまして、もちろんここのテキスト変更することができます。あとはこのフォームフィールドということで、例えばまずネームと、例えば名前とパスワードは皆さん取得されたいと思います。あとはカスタムフィールドということで、いろいろです。まあ、会社名とか、例えばセレクトボックスとか、いろんな項目を作ることができます。こういった形でここから選んでくださいとか、でこれ必須項目とか必須で任意項目とか、もちろんいろいろ選べることができます。例えばどこから知りましたかとかもこういうふうにできますし、あとまあラジオボタンとか、あとはこういう自由な記述のフィールドとかも作ることができます。あとはまあ追加の設定ということで、例えば皆さんが購入前にしっかりと利用規約に同意して購入しているかというのも確認されたい時があると思います。でそういう時にこういうチェックボックスを設定することができます。あとはオーダーバンプということで、まあ、いわゆる合わせ売りみたいな形もすることができます。例えばこういった別のオファーを設定しておいて、ここにチェックを入れるとそれが追加でここの合計金額にも含まれるという仕組みもできます。例えば今回入門編というオファーですが、例えばこのオファーもじゃあ買いたいという方がいれば、これプラス120円で、じゃあ今回は5120円ですというふうな仕組みをすることができるという形です。なので、例えば入門編とか、まあ動画講座を販売するプラスアルファで、じゃあこのサブスクリプションの会員のオファーも一緒にどうですかとか、こういった形で合わせ売りも行うことができるのが面白いところであります。あとはアップセルのセッティングがあったりしまして、まあオファー買った直後に別のまたオファーを表示して、今だったら限定で安いですがどうですかというふうな仕組みも作ることができるのが、このまあカチャビの面白いところではあるかなと思います。はい、あとはですね、まあ、クーポンということで、カジャビではクーポンコードを発行することができます。まあ、実際のクーポン、まあ、紙のクーポンではなくて、まあ、コードにはなるんですけども、なので購入するときにこのコードを入れていただいたら、20% オフになりますよとか、100% オフもできますし、パーセンテージで割り引いたりとか、固定の金額、例えば500円でどのオファーでも使えますよというのもできますし、このオファー限定でこのクーポン使えますよとか、そういう仕組みもすることができるという形です。
はい、次にですね、マーケティングの設定をしていきたいと思います。マーケティングというのは、まあ、主にメール関係ですね。メールを送信したり、まあ、フォームで何か受け付けたりとかする部分になります。で、初めてこのマーケティング、初めてこのカジビを使ってマーケティングのタブに進みますと、こういった形であのメールの情報を入力してくださいという画面が出てきます。で、これはですね、まあ、しっかりと、まあ、特定電子メール法とかの関係で必ずメールのフッターに誰が送っているかというのが表示されます。で、それをまず設定しておく必要があります。これが完了してマーケティングに進みますと、このメールキャンペーンというページに進むことができます。で、ここでこの Get Started をクリックすると、まずこの2つのタイプのメールを選ぶことができます。で、この左側の E-mail Broadcast というのが、いわゆる、まあ、ニュースレターとかメルマガに該当します。これはもう皆さんが作って送りたいときに定期で送る、もちろん定期的でもいいですが、皆さんが作って毎回送るものになります。で、この右側の E-mail Sequence というもので、これは何かというと、これがいわゆるステップメールとかシナリオメールというものになります。これはあらかじめ作成しておいて、例えばあらかじめ5日分のものを作成しておいて、何かのアクションをきっかけに、その人に定期的に、その人に自動的に送るものになります。例えば、メールマガの入力フォームを設定しておいて、ここに登録してもらった方に、じゃあその日から、その日を起点として、1日目、2日目、3日目と送っていくものが、この E-mail シークエンスになります。例えば今回ですと、E-mail ブロードキャストを作成してみたいと思います。で、この作成をクリックしますと、こういった形でテンプレート選ぶことができます。これの HTML のテンプレートになりますので、もちろんで、これも E メールのビルダーを使うことができるので、結構カスタマイズすることができます。例えばちょっとこういった形のおしゃれなテンプレートを選択します。で、ちょっとこう名前をつけてクリエイトをクリックします。はい、そうしますと、まず E メールのブロードキャストを作成したときに、じゃあまずどの方にこのメールを送りますかというのを決めることができます。もちろん今オールピーポーになっているので、このスクールの中に登録されている全ての人に送るようになっています。もしくはカスタムセグメントということで、例えばこのオファーを持っている人全員に送りたいとか、このタグがついているお客さんだけに送るとか、このフォームに入力したことがある人だけに送るとか、そういうふうなあのユーザーを絞り込んで送ることもできます。これはすごい便利で、なので、まあ特定の口座を持っている人だけのお知らせでちょっと送りたいとか、今のこのメールマガ受けている人にちょっと間違えたんで、あの訂正のお知らせですとか、そういった形のあのメッセージも簡単に絞り込んで送ることができるという形になります。これちょっと今回もあのオールピーポーで進めていきたいと思いますが、オールピーポーをクリックします。で、次に、まあ、メールの件名とかあのタイトルを決めます。こちらですね、この E メールコンテンツというところで、このエディットコンテンツをクリックしますと、これも E メールのビルダーが開きます。で、これも直感的にこういった形で簡単にですね、ブロックでできているので、例えばボタンとディバイダーになっていますが、これを上下変えていただければ、ここの順番が入れ替わるという形になります。もちろんこのボタン不要であれば削除することもできますし、カジャビはですね、このハイドという機能が結構便利でして、例えばもしかしたら後から使うかもしれないですが、今ちょっと隠しておきたいというものがあると思います。そういう時はこのハイドをクリックすると、この実際のページ上には表示されませんが、ここには残っているという形ですので、あ、やっぱりこれ使いたかったなということがあれば、このショーにするとまたボタンが出てくるというふうな仕組みも作ることができます。あとはアドセクションで、まあ、こうカウントダウンもいけますし、もちろん画像もテキストもボタンもいろいろ作ることができるという形になっています。これはセーブをクリックして、セーブをクリックすることで簡単に保存することができます。あとはですね、まあ、セーブ&コンティニューをクリックすると、実際に送信の画面に進むことができます。で、もしくは、もちろん送信する前に一旦ちょっとどういうメールか確認されたいということがあると思いますので、その場合はこのセンドテスト E メールというのをクリックします。で、そうしますと、例えばご自身の一応自分のメール宛てにちょっとこれ送っておくと、実際にあのどういった形で見れるのかっていうのを確認することができるので、まあ、初めて送るメールとかは一回これでご自身宛てに送っていただくと良いかと思います。はい、そうしまして、この3番ですね、このスケジュール E メールというのがありますので、今ちょっと受け取り人がいないのであれですが、実際に送ると、まあ、今すぐ送るか、スケジュールを設定して送るかという選択肢があります。もちろん今すぐ送ることもできますし、あとは例えば、じゃあこれ毎月、例えばこれ毎週の月曜日の朝7時に送っているんだというふうにすれば、まあ、ちょっと今日は日曜日だから、このスケジュール機能を使って月曜日の朝7時に自動的に送られるようにしておくとか、そういうふうなすることもできます。で、これが E メールブロードキャストという、まあ、いわゆるニュースレッダーの機能になります。で、もう一つがですね、この E メールシークエンスというものがありまして、これが先ほどご紹介したステップメールに該当します。まあ、シナリオメールとかですね。で、シナリオもメールも僕が最初にレビューした時はシナリオメールではこういったテンプレートを使うことができなかったんですが、今ではシナリオのメールでもテンプレートを使えるようになっています。で、例えばこれもちょっと今適当なテンプレートを選んで作っていきたいと思いますが、例えばちょっと1日目なので Day1 と
というふうなメールを作成します。で、Day 1ということで、これも1日目に送信されるメールで、今ちょっとこれ簡単に保存しておきますが、こういった形で、例えば今これ Day 1だけセットされています。例えばじゃあ2日目のメールも作成したいので、2日目のメールもちょっと Day 2ということで Day 2ということで作成をしておきます。で、この要領で、例えばこのメールのシークエンスの中に1日目のメール、2日目のメール、3日目の、まあ5日目、これ全然1日ずつじゃなくてもいいですが、メールを作成することができます。で、あとはトリガーということで、じゃあどのタイミングでお客さんをこのメールシークエンスに購読させますかというふうなトリガーを設定することができます。例えば、この特定のタグがついたらとか、例えば、フォームに入力、特定のフォーム、このデフォルトフォームに入力した人はこのメールシークエンスに購読追加されますとか、そういった細かい設定をすることができます。で、逆にこれをしたらこれは解除されます、このステップメールは解除されますというふうな設定もできます。例えば途中で特定のオファーを買った人はもうこのメールを送る必要ないので止めておきたいとかいうふうな、そういう仕組みも行うことができるというのが、このカジビのメール関係の機能になります。はい。あとはフォームの機能ですね。こちらも別の動画でご紹介してたりしていますので、また詳しくはそちらの動画を見ていただければと思います。で、カジャビではフォームというのを作成することができます。例えばお問い合わせというのを作成しておいて、で、こういった形でフォームフィールドですね。まあ、よくある名前と E メール、もちろん作ることができます。まあ、これ今名前となっている、ネームとなっているので、ここは日本語にしていただくというかと思います。名前にして、メールにして、あとは例えばですが、まあ、よくあるお問い合わせの質問欄とかあると思いますが、そういうのも簡単に作ることができます。こういったテキストエリアにして、まあ、ちょっと簡単に内容と書きますが、で、これ必須項目にして、セーブをクリックします。そうすると、今回名前と E メールと内容のフィールドが作成されるという形です。で、ちょっとこれ今セーブをして、ちょっとプレビューを見てみますが、まあ、こういった形ですね。今できているということです。で、ここでオートメーションを設定しておきまして、例えばこのお問い合わせのフォームに送信があった人にメールを送るとか、その人にオファーをプレゼントする。まあ、お問い合わせなんで、オファーのプレゼントはないと思いますが、タグをつけて、まあ今ちょっとタグないので、このお問い合わせというのをちょっと作成しておきますが、このお問い合わせのタグをつけてあげるとか、そういうふうなオートメーションを作っておくことができます。あとは、まあ自分への、まあ、通知メールももちろん設定することができるというふうな形です。まあ、こういった形でフォームの数に関しましてはもう無制限に作ることができるので、もちろんお問い合わせフォームも作れますし、メルマガ登録フォームも作れますし、まあ、いろんなフォームを作っておくことができるというふうな形になります。はい。次にですね、カジャビでこれも強力な機能なんですが、ピーポルという機能、顧客管理の機能についてご紹介したいと思います。はい。で、まあ、カジャビはですね、まあ、もちろんオンラインビジネスをやっていくためのサイトになりますので、もちろん何万人規模の顧客管理もできるような仕組みになっています。もちろん100人とか1000人とか、もう皆さんどんどんビジネスをしていけば、もうオンラインなんで、もうその数は無制限になると思います。なので何万人ユーザーがいても比較的管理がしやすいようなこのサイトのデザインとなっています。で、ピーポルのところ何ができるかと言いますと、まずもちろんですが、皆さんのスクールに存在している生徒さんのリストを見ることができます。で、これはですね、スクールで実際何かを買っている人以外でも、例えばただメルマガを受けている人とか、一回お問い合わせフォームでお問い合わせしてくれた人とか、そういった形で全てサイトに対して、まあ、エンゲージメントしてくださった方の情報は全てここにまとめられています。もちろんメールアドレスもありますし、その時に名前を入力していれば、こういった形で名前も表示されているという形です。で、例えばですが、各ユーザーさんの情報じゃあ何ができるかと言いますと、ここをクリックすると、こういった形で、この人の名前と、メールアドレスと、この人の、まあ、サブスクリプション状況とか、まあ、いろいろ見ることができます。あと、これ、ライフタイムバリューということで、今までこの人がいくら使ってくれたとか、そういうのも見ることができます。で、この詳細のプロフィールを見ると、こういった形で、いつ登録して、今まで7ヶ月目で、過去にこういった、まあ、ライフサイクルですね。過去にこのフォームに入力してくれて、この口座を買ったとか、このメールを受け取ったとか、こういうすべてのライフサイクルの状況を知ることができます。あとはこのパーチェスを見ると、実際にこの人が購入してるとか、実際にこのグラントされたオファーというのも確認することができますし、このプロダクトの方は、じゃあこの人が今アクセスできているプロダクトというのをここで確認することができます。あとはノートということで、これはもう自分だけが確認できる、まあ、簡単なメモみたいなものも残しておくことができるという形です。で、あとはこの人に手動でオファーをプレゼントしてあげたりとか、この人のパスワードを変えてあげたりとかも行うことができるというふうな仕組みになっています。あとはもちろん支払いのキャンセルとか、サブスクリプションのキャンセルとか、返金手続きとかもこちらから行うことができると
というふうな仕組みになっています。あとはこのユーザーにまあタグを手動でつけてあげたりとか、タグを外したりとか、そういうアクションも行うことができます。であとまあ便利な機能としては、やはりこう生徒さんが多くなればなるほど、この皆さんのこう生徒さんの管理というのが大変になってくると思います。でその時に便利なのが、例えばこういうフィルター機能があります。まあ、いわゆる絞り込みの機能があるので、で例えばですが、ここでオファーを選択しまして、このオファーを持っている人で、じゃあ例えばですが、まあ、ちょっとこの入門編というオファーを持っている人で絞り込んでみるとか、そういうこともできます。今ちょっと該当者いないですが、こういう絞り込み機能も充実しています。あとは一括操作というのもありまして、このまあバルクアクションというんですが、これチェックした人全員にオファーをプレゼントするとか、チェックした全員に E メールのステップメールに追加するとか、タグをつけるとか、この人たちの情報をエクスポート、CSV ファイルでエクスポートすることもできます。あとですね、まあ、皆さんが例えばもうすでに別のツールとか、まあ、企業様でもあの多くの顧客リストを持っている場合もあると思います。でそういったデータをすべてカジャビのピープルに追加しておくことも可能です。ここはもうアドコンタクトをクリックして、この CSV で一括でインポートすることができますので、ここで CSV のファイルをアップして、もう皆さんのシートを名前とかメールとかで全部分けておけば、それをカジャビのデータにこうマッピングすることができますので、まあ、比較的簡単にあの全てのデータをこのカジャビに取り込んでおくことができます。でそこで入れた上でカジャビからこうメールお知らせのニュースレターを送ったりとか、もうそういうことも簡単にすることができるので、まあ、これから始める方もそうですが、すでに大量のメールのリストを持っている方もカジャビに簡単に移行することはできるというふうな仕組みになっています。あとはですね、このピーポルのところですが、これはここ1週間で本当に新しく追加された機能ですが、このインサイトという機能が新しくできました。でこれもまあ分析機能に近いんですけども、今のこのメンバーさんの状況とか、どういうユーザーが何人いるかというのもこの一目で分かるようになっていますので、まあ、皆さんがこうサイトがどんどん成長していく過程でこういうデータを見ると結構面白いかと思います。はい、であとはアセスメントという機能もありまして、これはいわゆるまあ宿題、まあ、アセスメント課題という意味なんですが、まあ、いわゆる簡単な小テストとか、まあ、簡単な宿題とかをまあ作っておくことができます。まあ、クイズとかですかね、まあ、クイズとかそういうのを作って提供することができる仕組みになっています。なので、まあ、あのレッスン講座の中のちょっとした小テストとかも作れますし、あとはこのテスト自体をあの採点方式にすることができます。例えば10問作って、その中の8問正解すれば次のオートメーションにつなげるとか、まあ、そういった仕組みもすることができるので、まあ、こちらも活用してみても面白いかなと思います。はい、あとはですね、このアナリティクスというページですが、こちらはまあ最初にさらっとご紹介した通り、この皆さんサイトの中の各、まあ、統計データを確認することができるものになります。まあ、売上も確認できますし、オプトインの数とかも確認できますし、各ページのページビューというのも確認することができますし、あとはあのオファーの売れた数ですね、そういうのも確認することができるというふうになっています。もちろんカジャビではこの Google Analytics と簡単に連携することができますが、まあ、それがなくても一応基本的にこの皆さんのスクールの売上状況とかも簡単に確認することができるようになっています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、まあ、あのカジャビについて、まあ、実際の画面をお見せしながらレビューさせていただきました。で最後に価格ですね、カジャビの価格についてもご紹介をしていきたいと思います。でこのカジャビのプライシングのところに行きますと、カジャビのプランというのが表示されています。でカジャビには基本的にこういう大きい3つのプランがあります。で一番安いプランがこのベーシックプランということで、これが149ドルからになります。でまあ各プランの違い、まあ、大きい違い何かと言いますと、まずこのプロダクトの数が異なってきます。でベーシックプランですと3つまでのプロダクトしか作成することができません。なの でプロダクトというのはその動画の集まりですので、まあ、動画1本ではなくてその1つのコースですね、1つのコースの中にまあ動画いくら、そのコースの中に動画はいくらでも入っててもいいですが、まあ、そういうプロダクトが3つまでしか作成ができないというふうになります。でちなみに動画コースもプロダクトですし、コミュニティもプロダクトですし、ポッドキャストも1つのプロダクトとしてカウントされるので、まあ、動画講座コミュニティポッドキャストを作ってしまうと、もうこのベーシックプランはもういっぱいになってしまうという形です。もちろんそのポッドキャストの中の音声データを無限にアップロードできますし、一つのその講座の中の動画の本数は無限にアップロードすることができるという形です。でここがまずこのベーシック、グロース、プロの違いになります。グロースだとそれが15個になって、プロだと100個まで対応ができるという形になります。であとはランニングページを作れる数とか送信できるメールの上限とかはどれもありません。なのでベーシック
ックにして、おそらく皆さん最初はまずはあのマーケティングというかメール配信とかそのリード獲得力を入れた方がいいと思いますので、まあ、それに関してはベーシックは全く問題ありません。で生徒数もまあ1万コンタクト1万人のメールリストであれば全然このベーシックでも対応することができます。まあこの1万人コンタクトが集まっていればそれだけまあ売り上げも出てると思いますので、まあ、それはもうグロースに移動はしてもいいかなと思います。はい。で、あとこのアクティブメンバーというのはいわゆるこのログイン情報を持っているメンバーの方ということになります。で、このコンタクトとメンバーの違いというのが、コンタクトはあくまでもメールだけ受けてる人ですね。あのログイン情報は持ってない人です。ただ単にメールアドレスが皆さんのカジャビのデータに登録されている人という人がいわゆるコンタクトという扱いになります。で、もちろんそのコンタクトの人かつログイン情報を持っている人、何かしらのオファーを買って講座を持っているとかポッドキャストにアクセスができるというふうな、そういうログイン情報を持っている人たちがそのメンバーという扱いになります。で、まあ1000人のメンバーまで対応ということなので、まあこれも1000人のメンバーがいればかなり売り上げ上がってると思うので、まあもしこれで足りなければグロースに上げていただくことができるというふうな仕組みになります。で、この一つのウェブサイトというのがあるんですが、まあ、ベーシックとグロースでは一つのカジャビのウェブサイトを持つことができます。プロにすると管理者としては同じログイン情報ですが、3つの別のブランドの全く別のブランドのカジャビのサイトを持つことができるというふうな形になります。なので、もし複数のオンラインビジネスをカジャビでやると考えている方は、まあ、最終的にはプロにしていただいた方が、まあ、全体的にはお得になるという形になります。で、あとその他の機能でまあちょっとした違いにはなりますが、ベーシックとグロースの主にまあベーシックとグロースの違いにはなりますが、まあ、チャットのサポートですね、カジャビのチャットサポートがこのグロース以上になるともう24時間あの英語でチャットのサポートができるという形になります。まあ基本的にあの大体のことは僕の日本語ガイドに書いていると思いますので、まあ皆さんが直接こうカジャビに聞くことはあまりないかと思いますが、まあグロース以上になると24時間のチャットでサポートができるという形になります。まあベーシックでもしっかりとあのサポート自体はしているので、まあメールで送れば、まあちょっと後から返ってくるという形になります。はい。で、あとあのグロースプランの機能となりましては、あとはカジャビのブランディングを取り除くことができます。で、ベーシックプランの場合ですと必ずこの下の部分にパワードバイカジャビというふうに表示がされてしまいます。で、ただこのグロースプラン以上にしておくと、もうこのカジャビのブランドを外すことができるので、もうあのお客さんとしてはあのカジャビで作っているかどうかもわからないというふうな風にこう見せることができます。あとはアフィリエイト機能もこのグロースプランから使うことができるというふうになっているので、まあ一番大きい違いはやはりこのプロダクトの数になると思うので、まあプロダクトが増えるにつれて皆さんもこうアップグレードしていかれるのが良いかと思います。で、ちなみにですが、これ今マンスリーになっていますが、このアニュアルですね、年間にすると1年間あたりだとちょっと安くなりますよというふうなものもありますので、まあ最初は皆さんこのマンスリーで試していただいて、もうカジャビもう今後ずっとカジャビ使っていくんだということがあればアニュアルにしていただければ長期的に見れば安くなるというふうな仕組みになっています。まあアニュアルで 20% 安くなりますよと書いてあります。で、あとはですね、まあ大きく見たらこの3つのプランなんですが、例えばじゃあプロにして100プロダクト、プロでも100プロダクトが限界になっています。で、例えばもうそれ以上作りたいよという方もいらっしゃると思います。もちろん、まあ、講座もそうですし、コミュニティとか、ポッドキャストとか、コーチングとか、そういう各プロダクトで合計したら100個超えてしまうというパターンもあると思います。で、その時にはですね、このカジャビアクセスという別の、まあ、拡張プランみたいなものがあります。で、これはですね、あの各プランにプラス99ドルすると、この数字が全て2倍になると。いうものです。なので例えばプロプラスアクセスにすると最大200プロダクトまで作成することができますし、4万人のアクティブメンバーまでスクールに在籍することができるという形になります。まだ僕のクライアントさんのケースではこの200プロダクトを超える方っていうのはまだいらっしゃらないんですが、まあ実際にプロプラスアクセスを使っている方もいらっしゃいます。で、まあもしそれ以上になる場合は、まあおそらくカジャビのサポートに問い合わせればまた別のプランみたいなものがあると思いますので、はい、またそれはあのまあ、可能かなと思います。はい。で、まあこれがカジャビの価格プランになります。もちろん最初は皆さんベーシックで始めていただければと思いますし、まあそもそも最初は30日間の無料トライアルがあるので、まあそこでカジャビを使うか使わないかをこう見極めていただくのが良いかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回はカジャビについて細かくまとめさせていただきました。
で、まあ、僕自身カジャビに関しましてはですね、まあ、過去に動画をかなり上げていますので、まあ、今回の動画だけでわからない部分があれば過去の動画も見ていただければと思います。で、過去にはですね、カジャビ30日間チャレンジということで、1日1本動画を上げまして、カジャビの使い方というのをまとめているものもあります。で、まあ、これを見ていただくと結構ですね、各ポイントポイントの細かい説明もしていますので参考になるかなと思います。で、あとは、まあ、アフィリエイトの使い方とかカジャビのクーポンの使い方とかアプリをインストールする方法とかメリットとか、まあ、そういった各いろんな動画をアップしていますので、また興味を持った方は見ていただければと思います。で、まあ、最後になりますが、もしカジャビを始めたいという方はぜひ僕の紹介リンクから始めていただくと、まずカジャビを30日間無料で使うことができますし、カジャビの日本語ガイドというものもお渡ししています。で、まあ、その中にはですね、まあ、無料でダウンロードできる日本語化されたテンプレートとかもありますし、カジャビを作成するためのステップバイステップの表とかも用意していますので、まあ、ほとんど皆さんが困ったことがあれば、その日本語ガイドで解決ができるかなと思います。で、こちらのガイドは日々僕の方でですね、実際にユーザーさんをサポートしていく中で気づいたことがあれば、どんどん更新もしていますので、常に最新の情報を見れるようになっています。ということで、今回はカジャビについてご紹介させていただきました。で、こちらの動画では、こういった形で海外の面白いツールとか、カジャビについて、まあ、こういろんな情報を発信していますので、ぜひチャンネルの登録をよろしくお願いします。